速稼塾の久保でございます。今回はですね、タレコミ情報といいますか、占いでいきましょうか。占いというのはね、裏付けのない情報だということでございますけども、裏付けがある情報も紛れ込ましてますんでね、あとは皆さんでご判断ということでございます。今回はすごいですよ。1つ目、アメリカがこれから重大発表を行うとされているんですけども、1つ目がですね、中国の債務の支払い拒否ってやつですね。要するに中国にお金を借りてるのをもう払わねえぞっていうふうにトランプ大統領が声明を出すというね、ものすごい、これは喧嘩の吹っかけ方ですね。すごいですね。これがね、あるかなと思ってたんですよ。で、日本もね、対外債務っていうのを360兆円ぐらい持ってるんですけども、これね、払わねえぞって言われたら終わりですからね。どうなるんでしょうか。で、2点目です。在米中国資産の没収。どうですか、これは。おそらくですけども、この細かくね、考えてみると、どういうことかっていうと、アメリカにある中国資産っていうのを全部ね、没収してしまうと。チャイナタウンなんて全部取られちゃうんじゃないかなとかね、アメリカに在留している中国人の方のね、財産を全部凍結する、銀行口座全部没収みたいなことがあるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうかね。で、3つ目、もっと思い切った発表があるということですけども、今回は語られておりません。いやー、どうでしょうかね。ここに書いてあるのね、さて、我が国政府はアメリカと歩調を合わせるのか、中国を擁護するのか、出方次第ではアメリカを敵に回しますと。中国同盟国と思われるから、確かにね。だから日本っていう立場はずっとね、アメリカとまあ共に生きてきたと。まあアメリカから見ると、あの、日本っていうのはすごくね、まあ便利な、国だっていうことですよね。きっとジャイアンがアメリカだとすると、日本はスネ夫みたいな感じで、まあ基本的には自分の部下なんですよね。でもスネ夫ってたまにね、ジャイアンを懲らしめるためにのび太と結託するんですよ。まあ中国が伸びたとは言いませんけども、日本っていう立場は中国もね、なんか国賓だとか言ったりしているわけじゃないですか。あの辺からね、国賓で迎えてたら、多分今回アメリカってのはね、日本おめえなんだ今まで目かけてやったのによってことになってたかもしれないですね。そういう意味でも、なんかね、今回の感染症に関してですね、まあ国賓でのお迎えが実現しなかったことは、日本にとっては延命措置だったのかなと思います。さあ、ここでですね、日本の立場ですよ。もう一回、アメリカに基本的にはつくようになると思います。だってね、アメリカについた方が得ないのが気がするんですよね。得というか、それしか選択しかないんじゃないですかね。中国はどっちかっていうと、世界からちょっとね、嫌われてる感があります。嫌われてないとしても、それは中国が莫大なお金を、まあね、資金提供してるから、そのお金に群がってるだけであってね。じゃあ人間としてどういうふうに生きていくべきか。でもね、アメリカが全部正義ってわけでもないですからね。アメリカもだって建国以来、その歴史の 95% は戦争ばっかりしてるみたいな国ですから、とんでもないっちゃとんでもないんですけども、まあでもどうなんですかね。私はね、どっちかっていうと、中国とアメリカどっち行きたいですかって言われたら、まあアメリカかなとか思っちゃいますよね。これも印象操作なんですかね。まあわかりませんけども、皆さんどういう風にお感じでしょうか。私もね、かなり難しい選択に迫られてるなと思いますけども、まあでも結局はね、好む好まざるとに関わらず、アメリカの一極独裁ということになるんではないでしょうか、この地球っていう国は。どうでしょうかね。さあ、ではこれね、11日明日ですか、日本時間の明日にとてつもないことが発表されるということなんで、私もね、 FX のドル円市場をしっかりと見ながら、この1日2日っていうのはね、警戒してみようかと思います。何が起こるかは分かりませんし、全てはあなた次第でございます。何を信じるかはあなた次第。まあ、ですんでね、私が考えていることをそのまま皆さんに信じてくださいっていうつもりはありませんのでね、そうではない、私も混乱しております。決断にこと書くわけなんですよね。ということで、タレコミ情報でございました。失礼します。